はい、今日なんですけども、今日の動画は正直撮ろうかどうかちょっと迷ったんですけれども、まあ動物を飼育することっていいところばっかりじゃなくて、悪いところももちろん見ていかなきゃいけないということで、まあ撮影をしていこうと思います。まあ、その良くないところっていうのはまあ何かっていうとですね、まあ、当然体調がいい時ばっかりじゃなくて病気をしたりすることもあれば、まあ、長い、ね、間お付き合いしていくうちで、まあ、死んでしまうこともあるということでですね、まあ、今日は死んでしまったわけではないんですけれども、まあ、ちょっと今状態が良くなくなっている、子がいるので、ちょっと、まあ、その子の状態と、まあ、どんな対処をしていくのかっていうところを見ていこうかなと思います。で、まあ、状態、まあ、そういう状態になっている子がこの世の中に今どれだけいるのかは分からないですけども、まあ、何かのまあ参考にね、そういう対処するやり方もあるんだなっていうのが、まあ誰かの役にも立つかもしれないので、まあちょっと動画にしていこうかなと思います。動物病院には今行ってきまして、で、まあ、どういう状態だよっていうのと、まあ、お薬だとかももらってきているので、それをちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、はい、この子、うちのハリネズミのタワシちゃんですね。タワシちゃん実はですね、生まれてからもう約5年経っていまして、ハリネズミの寿命ってね、だいたい2年から5年ぐらいと言われてまして、もうこの子5年近く経ってるんですね。もう5年目なんです。でですね、今このお尻のところわかりますかね。ここ膨れてるんですね。これ、まあ、なんか腫瘍が中にちょっとできているみたい で、その腫瘍の周りが炎症を起こして腫れているような状態みたいなんです。で、まあ、今ここ排泄でちょっと汚れてる感じなんですけども、でこの腫瘍の炎症ができ始めてからですね、ちょっと歩き方もおかしくなってきていて、食欲もちょっと落ちてきてるんですね。で、その歩き方が、まあ、ここ1週間ぐらい、なんかちょっと変だなと思って気がついたんですけども、で見てみたら、まあ、こうお尻の辺が膨れていたというのが今現状です。で病院に行って、で、注射をしてもらって、でその、ね、採血した血で、まあ、血の検査とか、あと、まあ、排泄物の、検査をしてもらって、その中が、まあ、どんな成分が多かっただとか、そういうところをね、見てもらって検証してもらったっていう感じなんですね。で、まあ、全くご飯食べないわけじゃなくて、まあ、今までもう大好きだったミルワームとか、イキエサのミルワームとかシルクワームは食べてるんですよ。で今まで食べていたペレットだとかはなんかあんまり食べたくなくなっているみたいで、まあ、ちょっと残してるという感じです。で腫瘍だとかって本当は取り除くのが本当は一番ベストみたいなんですけども、ただこの子がもう5年近く経っているので、まあ腫瘍を取り除くような手術をするのはおそらく持ちこたえないだろうという判断で、まあ位置もね、この排泄口の近くということでね、もうお尻のこの足の周りということで、
まあ、難しいというかね、まあ、手術、小動物とか、まあ、普通のペット動物って大体手術をするとその後、調子を崩す、そのまま崩すか、まあ、回復する時もあるんでしょうけども、まあ、結構な確率で死んでしまうんですね。なのでこの子も、まあ、寿命に近いということがもうあってですね、僕はもうおそらくうまくいかないだろうと、判断したんですね。おそらく合ってると思います。この状態で、手術をしてもおそらくこの子はそのまま亡くなってしまうだろうと思ったので、薬で、できるだけ対処して炎症を抑えていこうというような判断にしました。ですね、初めまあそのどこが悪いのかっていうのは具体的に分からなかったので、血液検査をしたっていうののカルテがこんな感じなんですね。でこのカルテから、血液検査のカルテから何が分かるかっていうと、まあ、その成分でね、これこっちに入ってるのが成分で、その中の量、赤血球とか白血球とかそういうのがどれだけ入っているかっていうのの量でその状態が分かるそうなんですよ。この辺のアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼとかって書いてあるのは、まあ、肝機能だったりとか、こっちの尿素だとかクレアチニンとかって書いてあるのは肝臓だとか、タンパク質だとかの、量を見て、どういう状態かっていうのを、まあ、これで判断するらしいんですけど、でどこに異常が見られたかっていうのは、赤血球の数が、5000から1万7000ぐらいが、正常らしいんですけども、それが、オーバーっていうことは振り切ってたっていうことなんですね。超えてたよって。でこれは免疫を司る赤血球の、数を司っているってことなんですけども、要は免疫力が落ちてるってことなんですよね。好中球っていうのも、91% で多いと。でこれは急性炎症で上昇すると。だから炎症がやっぱり起きてるんですよ。炎症が起きてるから 90% で上昇していて、白血球がたくさん出てるよっていうことなんだそうです。医学的にはなんかそういう数値で、状態を見ているそうなんですけども、で、どんな対処があるのかっていうのの薬だとかなんですけど、こうなんか毒々しい赤い薬をもらいましたね。これ1日2回3滴ずつ直接お口に入れてあげるそうです。なんでしょうねこれ、物質は何だかさっぱり分かりませんが、そういうことです。炎症を抑える薬ですね、今の赤い液体は。まあ腫瘍ができていたとしても腫瘍は取り除けないから、これで炎症を抑えていこうっていう、解決ではなくて対処なんですね、これ。でもう一つのこっちのでっかいシリンジはですね、これ流動食です。食欲が落ちているっていうこともあるので、この流動食を、まあ、口に直接入れてあげるっていうことなんですけど、まあ、でもやっぱりペットを飼うっていうことは最後までそういう命と向かい合っていくっていうことになりますからね、最終的には。なんでまあそういうところも可愛い、いいところもありながらも、そういうところも当然言ったらいいんでしょうね。
まあ、いいところも悪いところも含めて、まあ、ペットを飼うっていうことですからね、うん、まあ、最後までそうやってお世話をしていくっていうことも最終的にはなるっていうことを、そういうところも覚悟の上で、ペットは飼わないといけないですよっていうことですね。で、これもともとそんなに生き餌はそんなにあげてなかったんですけど、ペレットの今までずっとあげてたやつをあんまり食べなくなったんで、今ねハニーワームをあげてます。まあ、ナゴレプで生き餌屋さんが来てたんで、ちょうどハニーワームを、買いましたんで、ミルワームとかね、ハニーワーム、おやつの時しかあげてなかったんですけど、まあ、こういったものの方が栄養価も高いし、こういったものしか今あんまりちょっと好んで食べないというか、まあ、食べない、全く食べないより食べた方がいいんで、与えてます。これはね、喜んで食べるんですよね。はい。いてて、いてて。たわしちゃんですね、まあうちで、まあ、4年から5年ぐらい、5年目だったのかな今、飼育していたたわしちゃんなんですけれども、3週間ぐらい前からかな、まあ、腫瘍がお尻の方にできて、で、まあ、病院に行ってね、お薬ももらって治療をしたんですけれども、出血というかね、まあ、腫瘍のところからなんか膿が出たりとか出血したりしてね、まあ、残念ながら、お亡くなりになってしまいました。思えばね、たわしちゃんはじゅんちゃんの次に買ったのかな、飼育した子でね、たわしちゃんを、通じて、知り合いになった方も、多くて、いろんな人に、巡り合わせてもらった子かなと思ってます。いろんな人にもね、コメントいただいたりだとか、チャンネル登録いただいてね、いろんなコメントいただいたりだとか、イベントで声かけてもらってね、本当にいろんな人と巡り合わせてもらった子だなと思います。ソウル、最後はね、このいつもここで、飼育していたんですけども、お尻に腫瘍ができちゃった関係もあってね、あんまり歩けなかったんですね、最後は。なので小さなアクリルのケースに入れて、狭いエリアの中でね、ご飯とお水を飲めるように、
していました。で最後は本当に眠るようにね僕の枕元でね、ゆっくりと眠りました。最後の最後までね一緒に入れて本当に良かったと思います。僕の枕元も本当に真横に置いてね、まあ寝る前に見た時はまだ息してまして、起きたら一緒に眠りについてましたね。では見てあげようと思います。よいしょ、ありがとう。はい、じゃあこんな感じで、今日は終わろうと思います。今までタワシャの、動画を応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。今日はこれで終わります。ありがとうございました。